あ、これは反省、上監督が行ってやりなさいと。そうですね、はい、なるほど、長谷部監督が1点やりなさいと、もう、はい、んー、ちょっと珍しいです。これで改めて名古屋1点リードに変わります。まあ、僕も京都と大分の時に、はい、まあ、同じようなシチュエーションで今永井が決めました、はいはい。